娘の手料理をけなした旦那が絶賛嫌われ中。中2の娘がハンバーグを作ったんだけど、旦那が、お母さん、私の味じゃない。まずい。お母さんが作ったのないの。と言ってしまった。娘が冷静に、何が悪かった？味？と聞いた。すると旦那は、子供が火を扱うな。毒味させるなら、お母さんかおばあちゃんとめでいいだろ。俺が稼いできた金で、無駄なもん生産するなよ。とため息ついた。私は、もちろん、旦那に文句言ったけど、普段旦那の味方するためですら、旦那を非難したわ。味のアドバイスをするにしても、感謝の気持ちを言うことぐらいしろよと言ったんだけど、拗ねてしまった。娘は、それ以来、旦那を無視。何回か、旦那と私と娘で、話し合いを持ったけど、旦那が話をこじらせる。火を使うなって何？14歳なんですけど。それに、ハンバーグは美味しかったよ。無視に苛立った旦那は、誰が育ててやったと思ってるんだ。と、禁句発言。え、お母さんとおばあちゃん。と答えた娘。そりゃそうだわ。旦那は、職を転々として、給料は私の3分の1。月々の支払いで、ほぼ消えてくからね。私の稼ぎと乙女の年金で生活をしていたんだよ。転職がうまくいくように、元気づけるためにハンバーグ焼いたのに。旦那にとっては最後のチャンスだった。仕事もしっかり頑張って、父親としてしっかりとした人間にならなければ、離婚を考えると。チャンスを利用する前に、娘にやってはならないことをしでかしたので、離婚する。今日、娘には、私の実家に行ってもらうことにした。